アップデートはベイツは、ベイフムアップデイツ、天気予報は、ベイフムウェザーアップデイツ晴天バージョン、雨天バージョンに分かれている。交通情報は、ベイフムトラフィックアップデイツ、航空情報は、ベイフムエアラインアップデイツ、波情報は、ウェーブアップデイツとして伝えている。これらの他に、健康情報、 メディカルアップデイツなどの情報コーナーをアップデイツとして放送することがある。共同通信社のニュースを情報担当のアナウンサーが伝える。2012年9月以前は番組パーソナリティがニュースを読んでいたほか、現在でもアウェイクとモーティブは番組パーソナリティがニュース読みを行う。番組が放送中や開始直前同期に重大な速報ニュースが入った場合は、b f m の 汎用アタックを入れてから伝える一部番組生放送の番組の場合情報アナウンサーが伝える場合あり深夜帯の収録番組中に地震等の災害が発生した場合は合成音声で番組に被せて放送するか情報アナウンサーが伝える収録番組中の CM や終了後に伝える生放送番組の場合 DJ が伝えるか情報アナウンサーが伝える 非常災害発生時は、相互協力協定に基づき、県内メディアである、千葉日報や、千葉テレビをはじめ、競合局である NHK 千葉放送局や、日本放送から提供されるニュースや情報を、伝える場合がある。ベイエリアの天気予報を伝える。情報提供は、ウェザーニューズで、平日7時台及び土日の8時までは、ウェザーニューズのキャスターが登場する。BGM は、 晴れバージョンと雨バージョンの2種類を本社所在地千葉市の天候に合わせて使い分け、千葉市と天候が異なる地点は BGM が合わない。前者は曇りも対応し、後者は雪、氷などの特殊な雨でも用いる。また、雨男である三永良太がパワーベイモーニングを卒業した際には特別に雨バージョンを流した。土日放送のゴルフウェザーはウェザーニューズのキャスターが ゴルフ場がある地域の天気を中心に伝え、同じ BGM を使用している。ハートラック、サンデーステッパーでは次のウェザーアップデイツの放送時間の案内をしている。土曜9時台に放送のリゾートウェザーは、ウェザーニューズのキャスターが、週末の天気予報と千葉県周辺で行われるイベント情報を伝えるが、こちらは別の BGM が使用されている。災害等により、 イベント情報を伝えない場合は通常のウェザーアップデイツとなる。千葉県内と関東地方の道路交通情報である。情報提供は日本道路交通情報センターで主に千葉県警察本部内の千葉センターと首都高速道路株式会社本部内の首都高速センターから伝える。早朝や夜間の一部時間帯は 東京千代田会館内の球団センターから伝える。放送局からは、日本道路交通情報センターの〇〇さん、お願いします。の呼びかけと、ありがとうございました。ベイフムトラフィックアップデイツ時は時分ごろ、お伝えします。のアナウンスしか行わないが、ごく稀に安全運転を促すメッセージを伝える。場合が、アウェイクなどで参見され、アウェイクや、ベイフムイット、金粒、 ハートラック、サンデーステッパーでは現在時刻のアナウンスメントを入れることもある。千葉県内の鉄道に運行障害が発生した場合は、鉄道の運行情報も伝える。アウェイクでは、千葉県以外の鉄道状況も伝えている。なお、ミラクル、モーティブ以降並びに土日に、千葉県内の鉄道の運行障害発生の情報が入った場合は、BFM の 汎用アタックを入れてから伝える。一般道は千葉県内がメインだが、首都高速センターや球団センターから伝えるときは東京都23区の状況も伝えることがあり、ごく稀に茨城、埼玉、神奈川県の一般道情報も伝える。その他、オーシャンドライブでは神奈川の交通情報も紹介することがある。BGM は j ミュージックラボを主催する木塚二郎によるオリジナル楽曲である。県内に成田国際空港があるため、成田空港発着便の情報を成田国際空港のグループ会社である空港情報通信からの提供で伝えている。また、羽田空港フライトインフォメーションを月曜日引く金曜日の朝8時10分頃にアウェイク内で羽田空港ビッグバードとつないで伝えている。 週末のオーシャントライブのみ放送する。サーファーのための波のコンディションや天気情報を伝えている。2020年現在、首都圏のラジオ局でサーフィン情報を放送するのはベイフムと FM 横浜だけである。2016年12月30日に冬、期間シーズンの1月から3月限定で放送を開始した。基本的に金曜日のみ。 週末の天気予報やゲレンデ情報、スキー場の積雪状況などを伝えている。ありがとうございます。